維新の実決は、山脇きと維新元君実決論において、東幕、明治維新に尽力した四死のうち幕臣以外の十人を指す。このうち、特に数ような三人を維新の三決と称する。他方、廃藩治験後の完成で、明治維新を推し進めた薩長と違反の出身者が、賛義や各省の教の大部分を独占して形成された反末は、 議会政治に対する抵抗勢力であり、民本主義もしくは一君万民論的な理想論とは、相入れない常実的システムであったため、当時から批判もある。正午初会議を経て、王政復古の大号令を達成し、明治維新の新政府発足時の中心人物であり、各藩を代表する人物という点でも共通している。明治新政府に協力した有名な幕臣として、 大久保一郎や山岡哲秀、勝海舟等があり、他にも函館戦争を戦った後に政府に協力した江本武明、武田綾三郎、大鳥圭介らがいるが、維新前に倒幕に動かなかったことから含めない。反発の中で、実決から漏れているのは、土佐藩士だが、焦点録は後藤昌二郎と板垣大輔の宣告が最高位である。特に、 大村増次郎については一時は、維新の三欠に割って入ろうかという評価で、横井昌南も、維新樹立を打ち立てた思想家として高い評価を得ている。明治政府内では、大久保利道と江藤新平は、政敵として知られ、佐賀の乱を鎮圧した大久保が、江藤の首を強取したことでも垣間見える。なお、この十人のうち岩倉智美を除く九人は、 明治11年の清井坂の辺までに4人が暗殺され、2人が病死、2人が軽死、1人が戦死している。そして明治16年には残った岩倉智美が陰頭岩により死去する。実血が去った後に明治政府を主導していったのは伊藤博文や山形有友、井上薫といった長州藩の元老である。なお、金沢正像の著書、 維新実決伝では、明治以後の政治家とは別に、幕末期に維新へと至るまでに導いた、主な革命家10名に、吉田松陰、内見紀三郎、有村寺左衛門の高橋大一郎、清川八郎、友い林公平、平野国臣、佐久間昭山、高杉晋作、坂本龍馬を挙げた。没年齢は万年齢。ありがとうございます。